思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム。ガンプラコレクションボリューム2。ボール。宇宙世紀79年12月。ついに連邦軍のソロモン攻略が開始される。先方のホワイトベースと、ワッケインの第3艦隊が持ちこたえている間に、主力のディアンム艦隊がサイド1の空域にミラーを配置し、ソーラーシステムでソロモンを焼き払うという作戦を展開。最後の詰めとして、ジムとボールを主力とする突入部隊を投入するのであった。ボールとは、よい子のテレビ漫画、機動戦士ガンダムに登場する地球連邦軍の量産型モビルスーツなのでおます。主力量産型モビルスーツである、ジムの数を補うために大量に量産され、まさに、戦いは数だよを体現するがごとく、ジムの背後霊のように突き従った動く棺桶なのでございます。そうだ、その通り。足がついてないって？あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。悲しいかな、登場時期が。安彦義和氏が体調不良で現場にいなかった時期と重なるためか、現場の負担を減らすために登場したんじゃねえの？などというよも末な考察もあったものだけど、それはそれ。実際、戦争ものの最終決戦では大量のメカを登場させるのがお約束なのだけど、情報量が多いメカニズムを大量に作画マンに書かせたら、一応かけはするだろうけど、時間がかかりすぎて、一枚いくらで生活している作画マンが餓死して死ねるかもしれん、かもしれん。そんな現場の状況をおもんぱかるかのごとく、丸書いてちょんで描けそうな秀逸なデザインが素敵、素敵すぎ。それでも、当時の作画を見ると大きさが点でバラバラなのでして。これはもう、作画マンも限界に近かったと察することができるのだけど、そのせいでボールの大きさがつかみにくいという問題が生じ、後世のモデラーを悩ませたものなのですよ、こんちくしょう。当初は確かにモビルスーツ扱いで、アニメ本編でも、ワッケインがモビルスーツだと言っているのは周知の通り。当時の連邦軍には、モビルスーツ以外の兵器を表現する名称がなかったせいで、便宜上、モビルスーツとして運用されてるってことになってたのよね、昔はね。番組終了後、艦位モビルスーツ、モビルアーマー、モビルポットなどと表記揺れが激しくなり、唯一の武器である大口径のキャノン砲も、ガンタンクと同じものという設定がついたため、ガンタンクの設定が変わるたび、180mm キャノンだったり 120mm キャノンだったりと、設定が変化したこともあったのですよ、わけわかめ。昨今では、ジムとの共同作戦で用いるべく、高価なジムの数を、安価なボールの数で補うハイローミックスは、アウトレンジからボール変態の一斉攻撃によって敵を圧倒した後、残敵をジムが相当するという、いかにも合理的な戦略のための構成だったと解釈されることが多いのですよ。まあ素敵。大軍に兵法なしとはこのこと。とにもかくにも、短期間でジムやボールの大量生産に成功したことが、地球連邦軍がジオンに勝利するきっかけになったのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2006年、かつてガンプラブームを巻き起こした、機動戦士ガンダムの144分の1スケールキットを、2分の1のサイズで立体化した、ガンプラのガンプラ、ガンプラコレクションが、クローズドボックス仕様で発売される。中身は、森永チョコスナックのおまけキットのようなしょっぱいできながら、当時感あふれる仕様が交換され、いいおっさんが大人買いする姿が散見されたという。ガンプラコレクションボリューム2とは、2006年の12月頃に発売された、紳士淑女のためのガンプラシリーズなんどすえ。ガンプラブームの頃に発売された144分の1スケールのガンプラ。いわゆる旧キットだね。パッケージともども半分のスケールで再現したガンプラ。つまり、ガンプラのガンプラだったのでございます。その、通り。完成品のサイズは、森永ガンダムチョコスナックのおまけキットよりもやや大きいサイズで、内箱は、発売当時のパッケージをそのまま縮小したミニパッケージ。説明書も、当時のデザインを再現したミニ取説が付属。プラモデルの作り方やうんちくが載った、機体ごとのミニメカファイルや、6分の1スケールのガンプラカラーの小瓶も付いているのが嬉しいね。クローズドボックス仕様のため、箱買いしても全てが集まらない可能性は高いのだけど、これに食いつく連中なんざ、お金がいくらかかろうが集めるのに決まっているのでもう満体。この手のキットは再販されないので、買わずに後悔するよりも、買ってから後悔した方がダメージが少ないものだと人の言う。シャーザクとキューザク、ジムとボール、ジムとシャーズゴ、シャーズゴとアッカイなど、アニメ本編の名シーンの再現に重宝するラインナップ。このシリーズのみで、様々なシチュエーションのジオラマが組める点が秀逸ですな、そうですな。特に秀逸な点は、ガンプラブーム当時のガンプラの、いやあんな欠点まで含めた特徴を再現している点に尽きるのですよ。そうそう、こんなのだったよ、ってな感じで、ガンプラブーム当時のトラウマ。いやさ、思い出を懐かしんで、酒の魚にでもするのが正しい楽しみ方なのですぜ。当然ながら、
その欠点を回収するなんて邪道。そう、邪道なのだと言っとこう。丸。そうだっけ？ガンプラコレクションのボールは、ただの色物かと思いきや、ガンプラとしては画期的だった。サイズ違いのキットが2個入っている点や、意外にもパーツが多い仕様を踏襲した優れもの。ちなみに、サイズ違いのキットが2個入っているガンプラは、ザクレロや EX モデルのドップなどがございやす。果たして、キャノン砲はターレットが稼働し、大きい方の飾り台や、このシリーズのおまけ要素であるガンダムカラーの瓶がついているのが秀逸。構造が単純だけに、旧キットを小型化した商品としては優秀な部類なのだけど、小さい方のボールに、飾り台がついてないことに不満を感じる諸兄もいた問題。わかります。わかります。でもまあ、そもそもジムにぶつかるシーンや、ザクが蹴っ飛ばすシーン用のやつでしょうという声もあったような気がする今日この頃。そんなイヤーアンな部分も含めて、当時感あふれる出来が秀逸。例えばね、このイヤーアンな部分も、やろうと思えば、バンダイさんの最新技術でもっとマシにできたはずなのよ。それなのに、それなのに。あえて、旧キットのイヤーアンな部分を残しているのは、昔自分が作ったガンプラのことを思い出させるための、コミクらしい演出なのですよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。いずれにしても、ボールの144分の1キットが出た、1981年9月の段階ではね、ガンプラとしては、どうにもこうにもザクやグフなどが人気で、ボールに人気がなかったのは確かやね。例えば、ガンプラを買いに行ったのはいいけども、運悪く人気のアイテムは売り切れで、それでも何かガンプラを買って帰りたい場合に手が出る、人気薄のアイテムだったのですよ。あいたたたー。思い返そうそうし合う。ガンダムシリーズに登場するメカニズムでは、何気に、近い将来実現されそうなデザインだったにもかかわらず、初回放送の機動戦士ガンダムなんて大抵のガキンチョは見てないもんで、ボールの初見は、漫画雑誌やベストメカコレクションのキットだったのは当然しかり。ボール？何これ投げれるの？なんて、旧キットを本当に投げて遊んだ当時の俺。中には、金色に塗って金玉にするやつもおりました。当時のガキンチョのネタといえば、うんちなどの下ネタが上等だった時期、テレビ漫画では、うんちを投げるメガネっ子が人気の時期だもんで仕方がねえかと思いやす。だが、しかーし、太陽の牙ダグラムの影響によって、ザクやグフを買えなかった奴の負け犬の象徴から、記憶正しいパーツ取りアイテムとして君臨したのよおめでたう。すなわち、ダグラムのリニアカノン人気から、カノン砲をロボットのキットに付け出したのはまさにこの頃、ガンキャノンやガンタンクのような、肩からキャノンが生えているやつではなくてだね、ランドセルなどに外付けされたキャノン砲に、当時のガキンチョは憧れたのだよ皆の衆。しかも、ボールのキットの場合は、当時は貴重だったお椀型のバーニアノズルが4個も付いてたのですよ。感動の嵐。タミヤのエポパテなど、安くて良質な模型用のマテリアルが存在しない時期だけに、まさにボールのキットは、パーツ取り用キットの走りのような存在だったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。確かに確かに、こんなもんはモビルスーツじゃねえ、などとのたまう方々からは嫌気されたのだけどもね。昔から丸っこいデザインは可愛いとが近所に人気だからして、実際、キットのフォントも丸っこくて可愛いデザインですし、ボールやアックなど、丸っこいガンプラは何気に人気があったのですよ。これ本当。でもね、まあ、なんだ。せっかくガンプラを買いに行ったのに、なんやかんやで、ボールを買う羽目になった怒りや悲しみがお前らにわかるんかーい。これは、仕方なくボールを買っちまう感覚は、競技ガンプラが売ってないので、仕方なく境界線機のキットを買っちまう感覚に似てるんだぜ。という事実を、忠実に再現すべきポイントとして正しい選択なのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。